トヨタ博物館は愛知県長久手市にある自動車に関する博物館。トヨタ自動車創立50周年記念事業の一環として1989年4月に開館した。1993年度には本社ビルが第1回愛知町並建築賞を受賞している。その後、1999年にトヨタ博物館、 開館10周年を記念して新館がオープンし、日本のモータリゼーションの歴史を人の暮らしと生活文化との関連で捉えた展示をしている。トヨタ自動車の運営であるが、ガソリン自動車誕生から約100年間の自動車の歴史をテーマに、トヨタ車だけでなく19世紀末から20世紀にかけて製造された各国、各メーカーの自動車が体系的に展示されている。 2019年4月17日には、開館30周年記念として、車文化資料室をオープンした広報1。自動車に関連するものとして、明治時代の人力車も展示されている。本館2階の常設展示を変更して、カール・ベンツが1886年に作った初のガソリン車など72台を展示し、2016年1月に新装開館した。 本館3階の常設展示を従来の国産車と欧米車に分けていた展示を1950年代から10年ごとに5つの年代別に変更し2017年1月4日に新装開館した展示車両はほとんどが胴体保存となっておりイベントの際には敷地内を自走することがある館内には整備工場が設置されており展示車両の整備は 整備工場で行われる。新館2階の企画展示室では、収蔵車展などの企画展が行われる。また、同2階の常設展示エリアは2019年4月17日に、車文化資料室に新装された。同時に、館内の施設名も本館が、車館に、新館が、文化館にそれぞれ変更された。展示者以外にも、 車両収蔵庫に約70台ほど収容されており、広報に、春と秋に、車両収蔵庫の見学ツアーが開催される。本館館内新館館内現在の展示車両は、トヨタ博物館展示車リスト50音順を、参照本館館内鉄通りにもげ大通駅、下車徒歩約5分路線バス名鉄バストヨタ博物館、前下車徒歩約5分自動車駐車場300台あい 県道60号名古屋長久手線沿い、名古屋瀬戸道路長久手 IC 付近、ミュージアムショップトヨタ博物館には館内にレストランがあるが、中でもトヨタ博物館カレーはお土産としても密かな人気を博している。ミュージアムショップで販売されているほか、一部のトヨタディーラーでは反則用のベルティとして配布しているところもある。缶詰とレトルトの2種があり、 それぞれ2種類と6種類のバリエーションがある、通信販売も行っている、ありがとうございます。